米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は17日、日本時間18日、敵地ニューヨークで行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に、1番 DH で先発し、初回の打席で先頭打者本塁打を放った。2試合連続の一撃は、時速117.8マイル、約189.6キロ、という爆速引き。 これがまたメジャー初の記録を生んだと米記者が伝えている。動画、大谷翔平が放った先頭打者団の瞬間。大谷がメッツ先発金太なのに9目、シンカーを捉えると打球は右翼へ向かって一直線。ブルペン付近に打球速度117.8マイル、約189.6キロ、飛距離422フィート、約128.6メートルが突き刺さった。 打席に立つ前から続いていたブーイングは、生還するとさらに大きくなった。この直後、MLB 公式のサラ・ラングス記者は自身の X に、翔平大谷は今、ポストシーズン、打球速度115マイル、約185.1キロ、以上の打球を3度放ち、スタッドキャスト、2015年、では1ポストシーズンで最多の記録、と投稿した。 大谷は前日行われた第3戦の8回に放った本塁打も、打球速度115.9マイル、約186.5キロ、飛距離は410フィート、約124.9メートルという強烈な打球だった。シーズン中から数々の記録を打ち立ててきた大谷の爆速打球は、ポストシーズンでもファンを驚かせ続けて。